坂田港は山形県坂田市にある港湾である。港湾管理者は山形県。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。定期旅客航路としては、飛び島との間に離島航路があり、長距離フェリーの誘致活動も行っている。また、海上保安庁、第二管区海上保安本部坂田海上保安部があり、PS 型巡視船。 つるが配備されている。鉄道では、上越本線の支線として、日本貨物鉄道の坂田港駅が設けられている。坂田港は、山形県内を縦断する一級河川である、小上川の河口に位置する。港は、藤原秀平の妹とも皇室とも言われる、徳二港が坂田に落ち延びた際に、随伴した、河心36人により開かれたと言われる。その時の家臣が、 坂田三十六人衆と呼ばれ、子孫らは後に坂田を代表する大商人になった。万治二年に、出羽国村山軍の幕僚米の輸送を受け負った、江戸の商人、正木藩左衛門らにより西回り航路が開かれ、坂田港は西回り航路の起点となった。もがみ川の周運より運ばれた紅花や米、各地の特産物が北前船に積まれ、日本海から、 瀬戸内海を回って、大阪、さらには、江戸に運ばれた。西の境、東の、中でも、本間家は戦前までは、日本一の王子主としても知られており、本間様には及びもせぬが、せめて成田やっ様にと謳われるほどの財力を誇った。最も権勢を誇った、本間三岡は、日枝神社の創建や庄内砂丘に、防砂林を植林するなど、 今日の酒田の基礎をつく。明治期に入り、日本初の木造灯台である酒田灯台が作られるなど、発展を続けたが、大正初期に、上越本線が開通したことにより、輸送の主力は鉄道にとって変わられた。戦後、国際港湾に指定され、主にソ連から北洋材を輸入していたが、最上川の河口に位置するため次第に手狭になり、1974年11月に、 大型船舶への対応や港の国際化さらに企業誘致を目的として旧海地区の砂浜を埋め立てて坂田北港が開港した。しかし臨海工業地区に誘致した墨系アルミニウム工業がオイルショックなどの影響で創業からわずか5年で撤退するなど不遇が続いた。1992年5月には坂田港からアムール川を遡って 中国国立交渉ハルビンに至るユニークな国際航路、東方水上シルクロードを開設。専用船、木乱により中国東北部から穀物を輸入している。さらに1995年には韓国富山とのコンテナ航路も開かれ順調に取扱いが増加している。2003年、リサイクルポートの一つに指定され、リサイクル工場の集積を図り、 循環型社会の拠点にすべく注力を始める。2014年4月、花王が大浜地区に立地する酒田工場に新設した紙おむつ製造工場がフル生産を続け、国際コンテナ取り扱い量が急増したことなどを踏まえ、県が進めた高砂護ふ頭のコンテナヤードを1.3倍に拡張する工事が完了し、2016年11月から供用を開始。 さらに国と県によるコンテナ船の2隻同時着岸を可能とするための高砂五湯の岸壁延伸とコンテナヤード拡張の工事も完了し、2020年8月29日から共用が始まった。坂田港と坂田市中心部周辺の空中写真。埼上川河口の右岸に坂田の町は形成されている。1976年撮影の14枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。坂田指定機構路事業所旅客ターミナル。ここから旅客船、飛び島が発着している。2役はガントリークレーン2機で対応。国、県などの公共団体は、北港建設と港湾整備に約1500億円、工業団地造成に約300億円の合わせて、 約1800億円もの拒否を投じた。ありがとうございます。